パパ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 待ちに待った休日どうででもしたいなけれど結局家で考え事ばかりなんとなく過ぎる日々流れる空虚な時間ちょっと一息もため息に変わってく信じてたことに終わりが来たとしても自分だけはごまかさずに前を見て時が経てばどんな苦い思い出も体突き刺すような痛い経験もコーヒーのようにいつかきっと飲み込める日が来るさ皆様こんにちは5月24日火曜日毎週火曜日はステイラットステーションでお楽しみくださいご案内は私大木美翔子とはいアシスタントの金城忍ですよろしくお願いいたします今日雨なのかなねえやっぱりもう梅雨ですねでも今晴れてますよ ね今晴れてますけれどやっぱり梅雨時期ですよねもうやっぱりね梅雨入りしてなんか、ね、ジメジメしてますねずっと梅雨ってどうですか忍さん好きですか梅雨っていうより雨は好きですかいや意外と私実は雨の匂いとか、うん、あの嫌いじゃないですもう最近ちょっと鼻が悪いので匂いしないけどなんかちっちゃい頃はこのアスファルトになんかそうそうの匂いというかこの雨がシュッてする感じの匂いとかが好きだったんですね、はいはい、なんか別にあんまり私は雨は嫌いじゃないですね平気っていうか、まあはい、好きな方ねそうですねなんかでも学生時代ってさあの今はさ学生時代って結構私もあの遠くだったんだね、はい、バスがね、はい、で制服つけてて傘持ってない時っていうのはさすごいちょっとあれですよねあのひどいですよねセーラーあよく濡れてっていうことですねそれなんか傘ささないからねあのよくあるあるで沖縄の人ってあんまり傘ささないっていう傘ささないってよく言われてるでしょはい私はほらあの大和住んだことないからさ、はい、出張とかいろいろね仕事の関係で行くけど忍はほら何年間か東京住んでたでしょ、はい、どうですかやっぱり向こうの方はちゃんとっておかしいけどそういうのってそうちゃんとしてますよ日傘も差しますし、はいそかはいはい、で沖縄の人は本当にあんまり差さない差さない気がしますね傘は、はい、多少降っても別に降ってる多少じゃない時もこまあ、そこだったら別にいいかなって傘あるんだけど刺さないよねそうそうでパラパラくれたら絶対刺さないでしょ逆に手で持ってるのに刺さないみたいな私もそうなんですけどパラパラくれたら刺さなくていいかなっていうなんですかねその辺っていうのはやっぱり、ね、うちなんちゅう、ね、まあもう梅雨にねでもなんかあの例年より梅雨遅いのかな、ね、そうですね梅雨入れは遅かったですねどうですかまたあの先週もね1週間もあっという間にねもう毎週いろいろもう本当にあっという間にまあ早いんだけどさ忍、はい、さんにとっては先週1週間はどうですかそうですね先週実はですね、はい私の友達がフラメンコを習っていて、ね、そのフラメンコの、はい見に行ったんですけど公演、はい、公演を見に行ったんですけど、はい、面白かった踊った忍もいや踊らないですけどいやなんだろうこの、まあ、知念成美先生というところのフラメンコ教室だったんですけれど、はい、なんか久々に、うん、あこの人の踊り好きという先生、まあ、先生最後に最初にちょろっとで最後に本当もう多分なんだろう心から溢れ出るような感じ要はもう全部、決まった踊りではなかったと思うんですけれども、はいはい、
本当ライブって感じだったんですけれど、まあ、でもまあ生徒さんの踊りもやっぱり良かったんですけれども、はい、もちろんみんな何だろうきちんと踊れるっていうか、もうすごいフラメンコ、あ足すごいなとか、あと曲がですね全部生だったんですよ。ギターと生演奏 で, 生演奏 で,、はいはい、で歌もですね、はい、ギターと歌い手の方がいて、でもその2人がもうずっと歌ってるんですけど、歌って弾いてるんですけど、すごいね、なかなかそういう舞台っていうのもなんか久々に見た気がして、うん、でそれでこの最後に先生の圧倒的なダンス、すごくやっぱり違うですね、なんだろう、心の中からの表現みたいな、で踊れば踊るほど顔が変わっていくというか、この先生が乗っていくっていうか、うん、なんか野性味あふれる、はい、踊りだったんですけど、なかなかフラメンコ、私もなんかもどきの友達がやってるの見たことあるんだけどなんかパーティーでね、はいはい、でもちゃんととかしてけど本格的なものって見たことないですね。そういえばね、そうですね、私も本当に、うん、ちゃんと見たのは初めてぐらいなんですけど、まあ、何かイベントとかでよくちょこちょこ見てたりはするんですけれど、はい、この知念先生のようななんだろうっていうのは多分軽め映画とか、私タップとか好きだったので、はい、タップとかのなんかタップもそうだけれど、やっぱり体の表現だったりとか、あそっか、そうなんかもう本当になんかタップに近いというか、もう本当にもう足なんですよね、足で表現。どこでやってるんですか場所。あ、これ足見な劇場だったんですけれども、足見なの方でやってたんですね、はい、いや本当に素晴らしいものを見せていただいたという、これは知り合いの方がまた、そうです、はい、私のお友達が出ててっていうところで見に行って、でその次の日は、でこれはフラメンコやっぱりスペインじゃないですか、はいはい、ね、その見た後はですね、はい、次の日はブラジルのサンバダンスコンサート、これ宮城姉妹、ああ宮城姉妹、はいはい、宮城姉妹の、教室のですね、ダンスの、がありまして、これはティルル、はい、那覇のティルルでの、はい、ライブというかコンサートだったんですけど、またこれはガラッと変わって、はい、なんだろう、まあ、入り口からもブラジル色も満載なんですけれど、はいはい、あとちびっこダンサーっていうのがメインだったります、はい、まあ、大人のダンサーもいるんですけれども、でもそこはすごい宮城姉妹の私すごいなと思うのは、もうきちんとなんだろう、もう次の子たちになんだろう、本当ブラジルを、まあ、知ってほしいっていう気持ちだったり、このダンスを伝えたいっていう、まあ、次の世代にっていうので、はい、まあ、頑張ってるというか、あ、うん、で中学生の女の子がいて、でこの子もう3年ぐらいやってるのかな、はい、で彼女が上手になってるのが分かるわけですよ、もうすごい踊れるようになっていて、あ、ちゃんと育ててるなっていう、あのお弟子さんっていうかね、それも感じることができたし、でいつもだいたい毎回違う趣旨を持ってやるんですけども、はい、今回は2部が、ミュージカル仕立てになっていて、はい、そのミュージカルの中で、なんだろう、まあ、この女の子が、ダンス、サンバのダンスを夢見るってか、いつかカニバルで踊りたいっていう夢を見てて、じゃあ実際にじゃあブラジルに行ってみるみたいな感じでちょっとストーリーが始まっていってっていうところだったりするんですけれども、じゃあもうなんか本当にミュージカルですね。そうそうそう、ミュージカルの中でっていう感じの体で作っていて、まあ、これも初めての多分試みで、でも頑張ってるなっていうか、いろいろな試みするので、こういう脚本とかはどなたが書くんですかね。全部自分たちです。あ、宮城さん、宮城姉妹が、そうそうそう、みんな全部すごいですね、はい、ストーリーやって、あと振り付けも全部、そう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 、っていう感じで、まあ、私の、まあ、お友達の尾長みどりという、はい、まあ、素晴らしいパーカッショニストがいるんですけれども、はい、でやっぱりすごいですね、まあ、私尾長さん、まあ、もう5年5、6年の付き合いなんですけども、はい、彼女が出るだけでなんだろ もうブラジルになるんですよ。あ、そうなんだ、うん、彼女はダンサーではなくて、うん、パーカッショニストで本当ちょろっとしか出ない役だったんですけど、はい、なんだろうな、その場の雰囲気を変えるというか、圧倒的存在力って私は言ってるんですけれど、あ、でも、何でもそうだ、お芝居でも何でもそうなんですけど、はい、その人が出るだけでなんかそういうのってありますよね。やっぱり存在感とかそのカリスマ性とかっていうのは、はい、なんかあるんでしょうね、そういうね。で、それでパンデーロを叩きながら、こう、パンデーロって何ですか。パンデーロって何だろう、こういうブラジルの楽器なんですけれども、まあ、タンバリンに、まあ、タンバリンって言った方が近いのかな、はいはい、まあ、パンデーロ、パンデーロっていうのがあるんですけども、そのパンデーロを叩きながら、このリズムを刻みながらちょっとセリフを言うんですけれども、なんか
なんかやっぱりお腹が緑なんですよね。うん、かっこいいなというか。なんかその、うん、よく言うのはブラジルとか、はい、あとさっきのね、そういった踊りもそうなんだけど、そうフラメンコもそうですね。フラメンコもそうなんだけど、うん、そこのうちなんちゅうとかじゃないですか、うん、まあ。そうですね、でも独特なよく例えばロックでも言うのは、うん、独特の沖縄のロックがあるとかって言いますよね、はい、100% 向こうっていうよりは、うん、そういうのもあったりとかやっぱするんでしょうね、地域性であったりね。そうですね、まあ、宮城姉妹も、うん、要は沖縄の琉球音楽も取り入れた中で、まあ、そうですよね、で宮城姉妹みたいな、うん、そうですよね、コテコテのサンバっていうわけじゃなくて、はいはいはい、まあ、それを実際にね、この間今年の2月の、はい、サンバカーニバルではそれで出てたりしますし、あの本家本元とこでそうなんだ、まあ、もっと、まあ、ちゃんとカーニバルの時にはコテコテのきちんとしたこのサンバでやったりするんですけども、はい、もう一箇所ではなんかその宮城姉妹でこの琉球のコスチュームで、そうこのチムドンドンの、はい、ここね、はい、前回のスティールアーティステーションの前に、ね、来ていただいた時に、はい、その本当にちょっと瓶型を、そう瓶型を、ね、雰囲気のね、衣装もそれでサンバ踊ったっていうことで、でも、うん、その沖縄のほら瓶型のこの発色とかっていうのは、うん、合いますよね、確かね、向こうに ね、まあ、持っていってもね、ブラジルもまあね、もともとやっぱり太陽なイメージな街なの で、ね、うん、でまあ、原色じゃないですか、うん、ああいうところって、はい、まあ、そういう意味ではね、沖縄と合うだからリズムとかも、ね、なんかやっぱりその三振も多分なんか合うんだろうなっていうような感じですよね、そういうの ね、だからまあ移民の人たちが多分ブラジルにたくさんいるっていうのも、はい、多分まあそこに根付いたっていうのは絶対あるのかなっていう感じはしますね、はい、そっかそっか、うん、まあでもね、今も沖縄にいてさ、もう本当に世界中のものがその踊りもそうだけど、うん、音楽もそうだけども、はい、なんかその触れる機会っていうのは多分あると思うんでね、はい、ぜひ私もそうだし、その今言った生で本当にこういったちゃんと見に行くことないからさ、ぜひ生でね、やっぱり、ね、ね、テレビとかで見るのもいいんですけど、やっぱり生でライブでこう感じてもらって、うん、あ、今こういうのもあるんだっていうのもたくさん、なんだろう、吸収してもらえればね、変な言い方だけど汗とかさ、はいはい、もうその場でしか飛び散る汗的な、ね、そういうなんか、あとほら会場の熱気とかもそうだけど、 その時そこでしか多分ね体験できないのかなって、うん、いっぱいありますもんね。そうです、まあ、お芝居もそうだと思うんですけども、はいはい、やっぱりね、生で歌もそうだし、はい、生で感じるもので感じて、それをまた何か次に自分の何かに変えるというか、そういったことができると一番いいのかなっていう、なんかね、やっぱり普段ね、生活している中では味わえない、なんだろう、ものって、多分ライブ会場だったりとか、そういったものを見ることで刺激を受けたりとかっていうのが、やっぱり何か人間生きてるといろいろなことがあると思うんですけれども、その中でまたね、こういった芸術というか、ダンス、歌、ね、絵でもいいと思うんですけども、芸術とかを受けることで、なんだろう、自分にね、また磨きをかければ、もっとね、いいところ、上に上にっていうか、いけるのかなっていう感じしますよね。まあ本当にそういうのってさ、うん、よく自分のスイッチのね、オンオフっていうので ね、うん、そうですね、それが結構ね、私もそうだけど、できてないとね、うん、逆にね、家にいて寝たからって言って、うん、それでもね、体力的にちょっと疲れた時はいいんだけど、うん、精神的な時はさ、はい、家でじっとするのもいいんだけども、うん、外に出てそういう形でまた普段できない時間を過ごすっていうのも、うん、ある意味オンオフの切り替えもありますよ ね、でまた明日から頑張ろうとか、そう ね、そういう気持ちになれるのかなって、ぜひそういうのをね、何か自分の、あ、こういうのがいいなっていうのを、なんかいろんなものを見て、なんか、あ、私はこれが合ってるっていうのをなんか見つけたら、なんか楽しいんじゃないかなと思いますね。よくほら言うのは、うん、私無趣味だからとかさ、うんうん、別に、ね、なんてことはないんだけどっていう人ももちろんたくさんいらっしゃるけど、うん、だったら逆にほら友達と一緒にさ、うん、便乗したり、うん、なんかチラシなんかあった時に、そこでまあちょっとね、うん、足を運んでみたりするのも、なんか自分が、あ、自分これ好きだったんだとか、うん、発見、やっぱり発見って多分見ないと、そう、ね、で見つけられないし、はい、触れないと、はい、分からないから、はい、っていう意味では自分からやっぱり何か見に行くっていうのも大切だと思いますね。そうね、はい、まあね、本当にあんまりやぐまいしないでね、まあ、でも梅雨だからさ、ね、そうですね、で、まあ、梅雨だからやぐまいするけどね、やぐまいしそうだけど、で、まあ、梅雨は梅雨のね、また、はい、まあ、季節ってどうしても自然なものってあるから、それもまたね、はい、その時に楽しい方向に持っていけばいいかなと思うんですけどね。そかそかなんですね。これこういったヤングマイする季節だからこそ、何か美術館行ったりとか、はい、ね、いい絵見たり、はい、ライブ行くのもいいかもしれませんね。うーん、ね、
まあね、ぜひね皆さんも梅雨に入ってるけど今ね、実はここから見えるね景色が太陽が出てきた、太陽出てきましたね。あら本当に何だろう、この番組やって、うん、不思議ですね、ひろさんね、不思議だよね、なんかがあるのかな、本当に。今は曇りだったんだけど太陽出てきたね、はい、太陽出てきましたね、ねえ、ちょうどチャタン美浜は太陽出てますね。この時間さ、はい、反対側から見てみたい、逆にここだけ晴れてるかもしれない。その可能性もある、パッポッカリ ね, ね、ここでさ、はい、あのちょっとね、はい、あのある方からちょっとコメントがあるんでね、 ある方のコメントをちょっとね聞いていただきたいなと思いますね。丘の一本松ナーファウディ父の日特別公演ヤイビン6月の17日カリウシアーバンホテルン会イメンセイビリヤーニンジュスルティワレー福井ファミリーマート E プラスウティ発売中。発売中、いいね、かわいいね、ちきさんですね、はい、はい、ってことでね、今もう来月ね、もう1ヶ月切りましたよ、ひろさん。早いね、おかみっぽ松、はい、今ね、ナーファブティってことでね、はい、今回ほんとね、まあ、2月もね、こうチャタンの方で一本松させていただいて、はい、させていただきましたね。あとね、琉球放送さんのね、沖縄本では特集でね、すごい素敵な形で一本松、はい、70年続く一本松ってことで紹介されたりさせていただいて、ね、はい、ただね、本当にただ一つっておかしいんだけどさ、はい、これだけさせていただいてるんだけど、うん、な本当にね、20年以上那覇でやってないんですよ、一本松。それが不思議ですよね、本当に。で、他の芝居とかっていうのは小太郎さんが亡くなってももちろんやってたりするんだけど、はい、他の一本松自体が那覇でやったっていうのは本当に久しぶりなんですね。で、今回ね、まあ、そういった縁あってね、はい、そういう企画がね、今回ありまして、はい、まあ母の日の公演はさ、はい、多分今ラジオ聴きの方もそうなんですけど、母の日はもう本当にどこに行っていいのかってわからないぐらいお芝居たくさんやってて ってますね、はい、あっちこっち皆さんお母さん連れてね、うん、お食事行ったりさ、芝居見に行ったり、うん、前回来ていただいたね、はい、健一郎さん、三河健一郎さんのね、はい、ショーとかもさ、そうですね、母の日のあったりするんだけどさ、はい、母の日終わったんじゃない、うん、さて父の日どうすんのってことね、なんか全然父の日何にも出てないね。本当に何にも出てない。まあ、ね、父の日ってスタッタっていう人が多いと思うんだけどな、で、ね、で一応今回実はその6月17日ちょうどね、はい、父の日の2日前になるんですね、はい、の金曜日に那覇のね、かりゆし、まあ、トマリンって言ったら分かりやすいのかな、うん、そうですね、ホテルの方でね、はい、今回昼夜2回のね、この一本松からですね、特別公演ね。で、今回は本当にね、特別でね、また八木さんお願いして、八木正雄さんが眼空数やります。それと、もちろんメンバーは凌介は金城真嗣さんね、で、まあ、寛光先生とか東間義明さんとか高宮家さんね、人さん、あと純選手もね、出るんですよ。ですけどね、今回ね、はい、初ね、丘の一本松っていう大御所の方がいらっしゃいます。お、なんとですね、吉田太鼓さん、わ、はい、今ね、クレストの方でね、先生もやってらっしゃる、あ、そうですよね、はい、八木さんも一緒にやってらっしゃる、はい、吉田太鼓さんはね、耐震座の芝居はもちろん出たことあるんですけど、はい、一本松初めてなんですよ。これが不思議で、だからね、多分今しのぶさんね、はい、まあ、車でね、はい、送り迎えしてるか分かるんだけど、はい、大御所だけどさ、すごい緊張感伝わるよね。はい、やりながらですね、もう一生懸命今ね、はい、また本当にその一番大事なポジション、はい、まあ、みんな大事なんだけどさ、はい、最後にね、凌介を一本松の前で諭す、はい、ね、老婆の役なんですけどね、うん、それを今回吉田太鼓さんがやっていただくってことでね、はい、本当にね、お食事しながら家族でっていうのとか、あと友達、うん、まあ、兄弟、ね、ご夫婦でもいいし、はい、今しのぶさんがおっしゃったようにも忙しい中でなんか一緒にいるその時間帯とか空間って本当にずっとその時にしかできないことってあるじゃないですか。そうですね、タイミングであったりね、うん、はい、だからぜひね、今回これはお食事付きなんでね、はい、昼はね、12時から会場、はい、夜は6時から会場ですね、はい、で、場所は今もう一度言いますね、沖縄かりゆしアーバンリゾート
ってる那覇ですね、はい、の方の6階の方でやるんですけどね、あの料金の方がもうファミリーマート E プラスで発売されております。ファミリーマートの、はい、お近くのですね。で S 席が、7000円ですね、食事付きで。食事付きです。いいですね。で、A 席が6500円となっておりますので、うん、ぜひですね、またちょっと問い合わせね、お伝えして、ちょっと今、ね、もうちょっと詳しく知りたいという方は、お電話番号をお伝えいたしますね。はい、耐震座の方のお電話番号をお伝えいたします。はい、090-8291-3985。もう一度言います。090-8291-3985、耐震座までですね。で、もう一つ、かりゆしアーバンの方ですね、はい、お電話番号もお伝えしておきます。098-869-8302、098-869-8302、これアーバン、宴会営業まで、どちらでも大丈夫ですからね、聞いていただければ。で、今ね、はい、すみません、気づいた？ゴッパチ沿いからさ、隣の方の、そのかりゆしの、ね、何がありますすごいよね。あれすごいですね。懸垂幕がね、ホテルの、はい、もう運転これ横ね、そう運転しながらポー、ちょっとこう信号待ちでパッと見ておーっと八木正夫さんがいるみたいな形でさそこでね、まあ、実際ね、もう懸垂幕も飾られてますし、はい、ぜひね、もうすでにちょっと問い合わせの方とかも来てて、で今回ね、はい、全席指定なんですよ。あら、じゃあ早めに、うん、だから早くね、例えば、ね、本当に私の結構周りの方とかいろんな方がですね、うん、本当に若い方たちも問い合わせあったりとか、はい、あとはですね、自分のお母さんと、うん、まあお母さんのお父さんおじいちゃんね、はい、にプレゼントしたいということでチケットをね、買い割れた方もいるんですよ、はい、ちょっと父の日のプレゼント、うん、ちょっと2人で逆にお母とおじいと一緒にご飯食べてきてね、お芝居見ながらってことで、そうですね、まあ ね、お父の日だしね、はい、なかなか多分こういうことをやってるところって少ないと思うので、で、前に八木さん聞いたら、はい、ないって言ってます。自分の今までのあれではこの父の日公演っていうのないね、でいろんな人に聞いても母の日公演とかはあるんだけどさ、ありますよね、敬老の日とかね、はい、父の日公演ないねって、ね、寂しいね、寂しいです。でまたこの丘の一本松自体がほらお父さんのそう、ね、眼空数と ね、また凌介の、まあ、そうですね、でそれもあるし、今言ったもう本当20年以上ぶりの那覇での公演なんでね、これがまた貴重ですね、来ていただければと思いますね。那覇の方にはね、ぜひいつもちゃったね、最近はチャタンでね、チューブの方もね、させていただいてありがたくて、ただ今までやっぱりね、チャタンにも那覇の方からたくさんの方足を運んでいただいたりしたんで、ぜひね、私ね、もちろんこの父の日のこのお芝居を見ながらプレゼント、チケット差し上げて、また一緒にっていうのはあるんだけど、最近すごい思うのはさ、時間って本当にいつ行けばいいさとかって限られてる時間って、一緒にいる時間とかっていうのもみんな忙しいじゃないですか、うん、そうですね、なかなか兄弟でも沖縄にいてもさ、うん、なかなか、じゃあまた連絡するねっても、うん、なかなか一緒にほら、そうですね、ね、会う機会がなかったりするけど、なんかさ、こういう時にこういうのがあるからってことで、もう父ちゃん一緒に行こうよみたいな、みんなで行こうよっていうので、うん、ちょっときっかけが、ね、あれば一緒にね、そういう形で食事しながらゆんたくしてできるかなって、そうですね、あと、まあ、チャタンとかチューブの方もね、はい、丘の一本松ファンはいっぱいいると思うので、そう、ぜひこういった時に那覇に行くのもね、あ、そうか、ね、今まではね、うん、で今回はまた食事付きだし、はい、かかつみちこさんね、やって、で今回は八木正夫さん、あとまた吉田太鼓先生、そう、吉田太鼓さんがね、本当に今回初一本松ですよ。逆に本当に丘の一本松ファンにとってもまたちょっと違うじゃないですか。違いますね。で今回ね、もう何度やってもしのぶさんも分かると思うんだけど、はい、お芝居って一緒じゃないからね、同じものって、うん、やっぱり生ものだからさ、うん、二度とないっていうかね、今回少しね、キャスティング少しね、ね、出演者の方はもちろん前回出た方たち多いんだけどさ、うん、ちょっとね、配役をね、ちょっとチェンジしてる方も何人かいらっしゃるから、うんうん、そこもちょっとね、見どころにはありますね。例えば遠目義明さん、はい、もう長年医者ですよね、お医者さんのね、はい、もう遠目さん曰くこのポジションを譲らないとかね医者やりたい人いっぱいいてさ、ね、シンジ君もずっとなんか、ね、医者やりたい、前から医者やりたい、いや一応シンジ凌介だからってことで、うん、なんですが今回実はね、高宮城実人さんがお医者さんやるんですね、うん、なんかこれもなんかね、はい、いいっすよね、サーデーの医者っていうのも、はい、で今回遠目さんは会社員ですね、やる形なんですけどねで今、ちょっとね、もう一回ね、はい、ちょっと八木さんのちょっと、アナウンスを流したいと思いますね、はい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 、丘の一本松ナンファウティ父の日特別公演やいびん
6月の17日カリウシアーバンホテルン会イメンセイビリヤーニンジュスルティワレー福井ファミリーマート E プラスウティ発売中。はい、今ですね、ハチキさんのですね、発売中っていうですね、ね、アナウンスが流れましたので、今ね、あのお話ししたように、もうファミリーマート E プラスではですね、発売しておりますので、ぜひですね、足運んでいただければなっていうふうに思ってはおります。でですね、しのぶさん、はい、どこ行ったかな？います？いますよ。あのね、しのぶさん、はいはい、ね、あの今回6月17日、うん、今言ったね、はい、カリスアーボンの方で、4日目一本松やるんですけどね、はい、あの実はこれね、昼の部夜の部あるって言ったでしょ、はい、で、あの一部昼でも一部二部、うん、夜でも一部二部があって、はい、一部はね、あの昼の部の、まあ、昼の部の一部はなんとですね、お笑いのねリップサービスさんのお笑いもいいですね、あります。で一部それあってお金一発、はい、でですねちょっとねまた私のね、急ないつもね、はい、思いつくひらめきでさ、はいはい、リップサービスさんもね少しね一発出る、あらまたこれも楽しみです ね、 ねあれなんか彼たちもあの 初めて、まあ、そういったねあの長い場面じゃなくても出る形になりますのでね。リップサービスお芝居やったことは、お芝居っていうかもうちの芝居ってかほらねこういうあまり純もそうだったけど、ね、うん、もう何年か前からでしょ純選手もね。ね、だからもう本人たちも初めてじゃないですか。はい、一人はね関西弁で。ですよね、エモリさんは。はい、で一人は八重山出身、石垣ですね。石垣で。ますよね、まあこれもねまた見ものかなと思いますのでね。はい、でまた夜の部はね、はい、夜の部は一部は泉アンデルです。またこれも嬉しいですね。もう毎日今もあの10時じゃまで待ってないんでね、やってますからね。ほんと楽しいですよ ね、まあ、その方たちが一部はね、うん、コントしさせていただいて、うん、やっていただいて、はい、で、まあ二部ね、一本末ですけど、はい、多分また二部もね、はい、もちょっと出てもらおうかなっていいですね思ってますのでね、はい、ぜひね、6月17日です、はい、金曜日ね、那覇でカリウシアーバホテルの方でありますので、ぜひね、もし今お話ししたようにちょっと今、はい、興味があるんだけど、うん、本当にもう一回ちょっと聞きたいっていう方はもう一度お電話番号を言いますね。はい、そうですね、ぜひ、はい、お電話番号が 090-8291-3985 090-8291-3985 大震座までお電話いただく、あとはアーバンのですね方に直接ホテルですね、うん、お電話しても大丈夫なんで0988698302 0988698302、これはアーバンリゾートホテルの方ですからね、そこにお電話していただいても全然構わないんで、ぜひですね、たくさん本当に皆さんお芝居を見ながらね、はい、でゆんたくしながらさ、うん、父ちゃんの日をね、うん、忘れないで本当ですよね。たまにはね、いつも、この日は頑固薄いやって思っている、ね、お父さんもね、ちょっとはいたわるというか、はい、っていうのもいいかもしれませんね。あ、でもそういう方いらっしゃいますよ。本当にそういう形で、うん、なんか同じ仕事してるんですって。それで、逆に、うん、あんまり本当に今の時代もあるんですよね、合わないんですよ意見が、当たらん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 ってね、当たらんで、それで、まあ、逆にちょっと自分の知り合いの方なんですけど、はい、それで自分の、お兄さんと、うん、親父とチケット買ってプレゼントしたって言ってましたね、うん、うん、だからね、ある方が言ってましたけど、うん、お金一本松っていうのはもちろん、なんですけど、親に見てほしいで、うん、子供に見てほしいっていう一本松、うん、で自分も最初は子供の立場だったんだけど、うん、年齢重ねるとやっぱ親の立場になるのね。なるほど。だからやっぱり時代って変わればさ、みんなでも変わっていくんだけど、うん、やっぱり一緒だと思うんで、うん、親子でね見てもらえれば、うん、一番いいかもしれないですね。なんか変わるかもしれないよ。ですね。ハターランがさ、逆に言えば帰る時にはさ、ね、そうよ、涼介よって、ね、わがわささすとかってね、なるかもしれないし、ぜひね、父の日那覇特別公演ね、お金一本松をですね、カレーシリフの方で見ていただければと思っております。はい、さっき言った全、うん、席指定だからさ、うん、早めにですね。早めにね、撮っていただければいいかなと思っておりますね、うん、でもう一つね、はい、しのぶさん
もう一つお知らせが。あら。これは17日なんですけどね、はい、次の日。次の日、18日、はい、これはあの土曜日なんですけどね、はい、まあ、あのこの番組のさテーマソング、あのライカコーヒーも作っていた、ね、作っていただいた、はい、あの普段ジャズね、ジャズの、ディオでありますオトグラファ、まあ、あの県出身ね、沖縄出身のボーカルギミと、ギター福岡ですねの出身の石橋健太郎からなるディオでオトグラファのライブがですね、しのぶさん、6月18日の土曜日、あら、チャタンであります。わお。でね、前回実はあの4月は山口県であって、はい、でちょうどね、震災の2日、この間の地震のね2日後だったみたいで、ただ本人たちもいろいろね余震もあったんだけど、うん、でもこの方から来てくださいってことで、うん、でもたくさんの方来ていただいたってことで、うん、まあ、本人たちも自分たちができることを、うん、本当にその歌でもし皆さんのねなんか心の中に少し残せればなってことで、うん、でそれで先週はですね、はい、大川、福岡県ですかね、大川の方でね、はい、またオトグラファーライブあったんですね、うん、でこれもレコーディングライブなんですけど、うん、もうその時はね席がもう満員しすぎて結構ちょっと途中でお断りしたらしいんですよ。でそこもちょっとねそういう形でライブさせていただいて、それで、まあ、レコーディングライブ最終は沖縄の方でってことで、レコーディングライブっていうのがね、うん、分かる？レコーディングライブ多分レコーディングするんでしょうねそこでねそうなんですよ、結構レコーディングライブなんで、はい、本当にその音をですね、そのライブ、まあ、普通のライブなんですよ、ライブみんなでやったものを、うん、後日これがですね今度 CD 化にされるってということですよね。だからもうお客さんも一緒にもう出演者ですよね、はい、ってことですねなるんでね、だから今回は実はですねオリジナルを結構持ってくるみたいですね。うん、なるほど。今までのもちろんジャズもなんですけど、はい、ちょっとねオリジナルの曲もですね、あら、今回は結構新しい曲も持ってくるんで、初披露の曲が結構あると思いますからね。ライカーコーヒー歌ってくれるのかな。どんなかな。前回はモッツでやった時にジャズすごいみんないっぱいほらね、うん、洋楽歌ったんだけど、はい、自分のライカーコーヒー歌詞忘れてね間違い言ってよね、間違い言ってね、いいとか思ってねでもさなんか不思議やね、あの時ライカーコーヒー歌うと思わないから、そうです、ね、なんかパラッパッつってなんかウェーって ね、うん、ね、多分しのぶさんのね、はい、お友達の席がなんか盛り上がってましたけどね、はい、まあライカーコーヒーはもう歌うかな、私もちょっと曲わかんないんだけど、ね、ただ今回は新しく作った曲が結構あるみたいで、オリジナルですね、うん、オリジナルもですね、だから本当にレコーディングライブ、初のレコーディングライブをするってことでですね、うん、これが日にちがね6月18日、うん、18日の土曜日、次の日ですね、土曜日ですね、はい、で、まあ、時間が7時半会場で8時スタートなんですけど、はい、場所がですねちゃちゃんと北前のいつもね言いますけど中華ドラゴンのね道向かいの、スティールアートボックス、そこでですね、はい、あります。あら、だからもうスティールアートボックスなんで中華ドラゴンの道向かいですね、なんで中華ドラゴンでご飯食べてたらね横見たらあれっていう風にね、ちょっとブルーのライトもね、みんなブルーのライトも、今ちょうど初木正夫さんのポスターが大きく貼ってるからね大きく貼ってるんでね、分かると、もう初木さんがボーンってなんか一本松の数のね感じでポスター貼られてるんでね、はい、そこでですね、6月18日土曜日ですね、はい、オトグラファーのまた、ライブもあるんでね、はい、ぜひね今回みんなでねその空間というかな楽しんでいただければなと思っておりますけど、ね、はい、今日はねせっかくなんでオトグラファーのですねナンバーをですね、いくつかお届けしたいかなと思うんですけどね、はい、まあ私も映画大好きで、目の前も映画館がねありますよね、ありますよね、はい、でね、ペーパームーンって映画って知ってるかな、昔の映画なんだけど私は覚えてないんですよね、うん、これ曲自体は知ってはいます、ティータン・オニールがね、はいはい、ライオニール今日親子で共演したね映画、すごい素敵な映画なんで、その中でもね使われたテーマソングでもあるんで、もともとね、まあ、オリジナルっていうのはナツキン・コールがね歌った It's Only Paper Moon って歌をですね、今回はオトグラファーでね、お届けしたいと思うのでね、ぜひお届けします、お聞きください、オトグラファーで It's Only Paper Moon です。
It's only a day if I'm on Silly over the cut, we'll see But it will be make-believe If you believe in me Say it's only a canvas sky Hanging over the mystery tree But it will be make-believe If you believe in me Without your love It's a hanky-tank ballet Without your love It's a melody playing a fairy cake It's a burning belly world Just as funny as it can be But it won't be make-believe if you believe in me But it will be make-believe if you believe in me Yes, it's only a canvas sky Hanging over the mushroom tree But it will be make-believe if you believe in me Without your laugh It's a hanky-tank parade Without your love It's a little bit afraid in a penny key It's a burning berry wood Just as funny as it can be But it won't be make-believe if you believe in me If you believe in me If you believe in me お届けいたしました。これはファーストアルバムですね、はい、フォトグラファーのファーストアルバムの、オリジンっていうね中からですね It's Only Paper もお届けいたしましたね。なんかね普通普段ね、はい、前回もここゲスト来た時に、うん、普通のなんだろうなんかこんなジャズとかやりそうな感じじゃないよね。そうですね、なんか見た目はそんな感じですよね、うん、でもなんかやっぱり声がなんかなんだろうギミーの声のなんだろう細い、ね、見た目細いけど、あ声 が、 線が、ね、でもなんだろう顔と違う声が出てくるっていうかなんだろう本当歌ってるから自分で、うん、なんかう、ね、声はすごく迫力あるというか喋る時の声もまた違うよね。本人が話す時の声と歌う 声、 そう歌う声と違うんですよ すよね。ね、喋るとすごい柔らかいし、うんですね、感じするんだけど歌うとなんか迫力あるというかね。で前回なんだろうこれこれはね、うん、親の顔が見てみたいねこれあれですよね。ただギミ自身がね、はい、もう県外に行ってね音楽関係で行って、うん、もう7年かな8年になるのかな沖縄から県外に行ってですね、そのぐらい経つんですね。で、もうね、さっきのほら人間ってこの趣味とかいろんなので最初はまあ無趣味とかもそうだけど特に興味がないとかっていうのはそうなんだけどね、うん、実はこのギミさん、うん、ギミさんですね、はい、僕はギミさん沖縄出身なんですけど実はねギミさんは、5歳から、うん、実は玉城スクールのですね節子先生のところで琉球舞踊も習ってたんですね。舞踊も習ってたんですね、はい、
で、まあ、高校中学の途中までかな、ちょっとそうですずっと行ってて、あの留部だから節子先生もそうですし、あの人間国宝のね、あの照木奈先生もね、はあ、よく知ってるんですね、由美さんは。だから舞台背景もいろんなお芝居もあのそうだけど、毎回ほら、あの茶壇でやる一本松もそうですけど、うん、一部企画は全部由美さんがやってもらったりとか ね、で現代版のもう2年前の現代版のほら、うん、FEC とかね、あのオリジンとか笑いかないさんの現代版の一本松の台本書いたのも由美さんで、うん、だからいろいろね、なんか彼もね、あの歌舞伎が好きだったりね、うん、なんですよ。で実を言いますとね、うん、あの昔は洋楽嫌いで、なんですね、いろんな聞くとこに行くとね。で逆にこう例えばカラオケとかみんなで行ったりしても、はい、あのもうやはりあのコテコテのもう日本の曲とかね、あの嵐の曲が好きだったりとかね、あのそうだけども、元子供の時はもう本当に通常ので、アメリカ の家族がね英語の曲を歌うともう嫌いとかねこんな意味がわからんとかですね、そういうあのだったんですよ。なんかお母様はなんかアメリカン音楽大好きそうなみたいですね。お姉さんもそうみたいな、ね、あ、そうなんですね。でも本人はもう否定してて、そんな意味くじわからんのって言って否定したんですよ、ところが本当にそのあるタイミングですね、あの、はい、中学、さっき言ったこの劉部もやってるし、うん、もちろん今現在もあの歌舞伎も好きだし、はい、結構一幕歌舞伎もあの見に行くみたいですけどね、うん、でもあることがねちょっときっかけで、はい、ジャズっていうものがちょっとある方を通してジャズに触れることがあって、そこからですね、ジャズだからよくあの英語の歌をね、はい、よく歌えるなって、歌詞見ないでとかって思ったりするんだけどさだから人間ってそういうのっていうのが あるのかなって思いました、ね、どっかでなんかやっぱりあるんでしょうね、きっかけだったりとか。だから何でもそうだけど、さっきのフラメンコもそうですけど、うん、ほらあのなんか一歩大きな芝居もそうですよ、うん、あの自分たちはもう、ね、あの年代的に方言わからないとかさ、うん、そんじゃなくて、なんか一歩さ、うん、そういうのがあった時なんか足運んでほしいですよね、いろんな形で ね、もしかしたらそれが本当に義務じゃないけれど、うん、ね、そこの世界に入るっていうか、だからしのぶさんも、はい、このね先週かな、そのあのフラメンコ見に行ったでしょ、はい、もしかして1年後フラメンコ踊ってるかもしれないでしょ、踊ってるかもしれませんね分からんよね、可能性はありますよね、うん、分かんないですよ そうですね。だって自分のね、あの最近本当にここ先週かな、会った方がいてね、はい、その方あのもう60歳になるかな、うん、ならないかな、なるかならないかの女性の方なので、はい、よく知ってる方なんですよ、はい、で今までは本当にね、あのずっとあの、まあ、普通の主婦してらっしゃって、うん、あのもう本当素敵な方でね、うん、いいお母様で、うん、でいつもこういうふうに普通に話してたんですよ、はい、ところがね3年ぐらい前にね、あのちょっといろんな雑貨っていうか、それをね、あの輸入っていうよりも雑貨を見つけてきて、うんうんうん、いろんなちっちゃい小物とかね、はい、それを売るお店を始めたんですね、はい、で、あ、意外とそういうのもやるんだって、そので始めても3年になるんですけど、つい、うん、最近ね、先週ぐらいにね、ゆっくり話することがあって、はい、いろんなそういう話もしながら、はい、本当はずっとそういうのやりたかったんですって、何十年もやりたかったけど、私もうち聞いたことなくて、はあ、でそれで子供さんたちがもうみんな3人いらっしゃるんですけど、はあ、子供さんたちがもうある程度もあの手がかからなくなってて育ってね、もうみんな二十歳越して、でそこで自分がなんか自分もなんかやりたい、やっぱりやりたいっていうのがあって思い切ってやったんですって。あ、すごい。でその中で言ったのが、もう一つの自分の居場所を自分はあの見つけたって言い方してました。素敵ですね。だからその方も、今も60歳だから、でも本当に50歳の後半から自分のやりたかったことをまだスタートしたんですね。素晴らしいですね。だからなんかそれ聞いた時に、うん、ね、さっき忍さんが言ったみたいに、はい、どこに何があるかわからないからね。そうですね。なんかちょっとそういうのがあったらね、だから忍さんもほらもう4年ぐらい前で考えるとさ、こんな大震だの一歩前に、そうですねもう2年前から関わってますけれど、はい、まさか私がね、そうですね、40過ぎてからですもんね、ですね、丘の一本松ってことはね、今からでも遅くないってことですよね。はい、ね、はいね、うちの口を勉強して、あと石野さん今回もね、あの、はい、あれですよ、かりゆしアバンディドトの方にも出ますもんね、セーラー服で出ますよ、はい、出ますよ ね、このあのラジオ機の方、そこでもセーラー服の石野さんが見えますからね、はい、出ますもんね、うん、はい、もしかしたらあと10年後にはね、20年後には、はい、
あんまやってる、ね、あんまやってるのか、あんまやってる、あんまやってないと思うんですけどね、だって本当にわからないでしょ、ね、だって内な口ちゃんと喋れるようになってるのかねって思ってますよね。でもそれって今興味持ってるから、はい、興味持つってことは早いですよね。あ、そうですね。でも2年でまた全然喋れるようになってない自分がいるので、うん、だって興味持つってことはやっぱり、はい、あの習得するの早いと思うし、ちゃんと真面目に勉強しようそうですね、だからまあ、はい、今ねいろいろもう5月っていうことは4月にいろんなね会社もそうですし、うん、学校もいろんな形で始まってますね、始まった時期、うん、時期ですね、ですよね、はい、いろいろね皆さんがいろんなものにまた挑戦をしていければいいかなと思っておりますね、はい、今日はね多分ラジオお聞きの方ね、はい、今日ゲスト来ないのって思ってる人いっぱいいますね、思ってる方いらっしゃると思うんだけどね、はい、今日本当ゲストね いたはずね いたんですよね、本当はいたはずなんだけどね、はい、ちょっとなんかなんかあったのかな。野中しようね。野中しましょうね。さっき はい、その方のマネージャーさん来てましたけど ね、 ね。マネージャーはちゃんと来てたので、はい。まあ、はい、逆にね今頃焦ってるのかもしれないしね。ねはい、まあでも今日はねもう二人でユンタクっていう形で本当にもう天気もねなんか傘さしてる人もいないね。本当ですね。降りそうで降らない感じですね。でも篠さんどうかな。はい、例えばねまあこういう時じゃないとほら。話できないこともあると思うんですけど、うんはい、今先ほどのね、私の知人の方のね、うん、まあ方の話もそうですし、もう60前になってそういうふうにずっとやりたかったことがあって、うん、で、まあ子供たちも育ったんで自分で始めたっていう方もいらっしゃるんだけど、はい、しのぶさんは例えば自分もこうしたいで最近もこういうふうに考えてる、なんかこれをやらなくちゃとかってありますか、自分の今の最近ので本当になんだろう、こうやって触れ合うことによってなって、しょうこさんとですね、でやっぱりうちな口の大切さというか、本当に今クレストに通うか今迷っていてこれ本当真剣にですよ募集してるみたいですよ、まだ真剣に今、うん、カテナまで私通えるかなとかと思いながら、うん、今本当に真剣に考えてる途中です。だって今しのぶさんはさ一本松のこういう稽古とかさ、大震度の稽古の時はいつも八木さんとかね、はい、吉田さん、太鼓さん、はい、送り迎えしてるでしょ、はい、車の中でも何気ないのってすごいやっぱ大事な会話いっぱいしてると思う。そうですね、いっぱい、ね、でもね八木さんがお前これ知ってるかあれ知ってるかって言うんですけど、うん、私知りません、あいいえなって大事になってる大事になってる、でもそこで一つ授業受けてるってことでしょ、そういう、そういう話をしながらですね、だいたい時間帯が6時 の、 八木先生とあんりちゃん の、はいはいはい、RBC の、そうそう、はい、あれがちょうど、ね、うちなごち の、はい、話が、まあ、5分ぐらいですかね、はいはい、でそれがちょうど流れる時間に載ってることが多かったりして、はいはい、でそれの意味をまた改めて聞いたりとか。なるほどね、はい、でもさ逆に今言った、まあ、何時間じゃなくても1日さ、うん、本当に5分でもそれなんかちょっと触れ合う、うんうん、だから前にほらこのね平和未来のね、はい、その島くつばのかずっとちな口で流れてるでしょ、やってるって言ってましたね、あれすごく貴重ですね、だからまだ見てないんですけど、流してるだけでもさ、はい、とってもためになるっていうか、ね、ためになるとか触れ合う、はい、感じることがあるんで、うん、あなんかうちな口ってまだ 100% わかんないけど、うん、なんかこのイントネーションってすごいなとか、うん、なんかあったかいなっての感じると思うんでね、特にあれなんかいろんな島々の方というか、うん、ですよね、そう、だからちょっとそれも島くつば放送局かもうちゃんと一回聞かないといけないなと思いながらまだ聞いてないんですけど、ね、うちのうちっていうかそのね茶谷北前にあるステレオボックスね、あそうか、ドラゴンの真向かいのね自動販売機喋ってますよ、ずっともう設置されてるんですか、設置されてますね、ちょっと今、まあ、そのね音量の調整まだなんだけどそれも今からなんですけど、あそうなんですね、貴重ですね、うん、もうそこにずっと座ってたら怖いね、怖いね、いつもなんか誰かが立ってるよ、ずっと立ってるよこの人、なんかジュース持ちながら自販で買ってはいるんだけどずっと立ってるよ、立ってるし一人で笑ってるよ怖いねそうか、ずっと喋ってるんだ、偉いよ、偉いですよ、なんかこれ見に行かないといけないね、一回ね、うん、聞きに来てください ね、 ね、 ね、また音量調査してからねでもまあそういうね本当に自分の方からはやっぱりあるじゃないですか、好きなものってどんどんいろいろね、うん、情報源も入ってくると思うんでね、うん、でもまあ時間年って関係ないなって感じしますね、私はだから先週本当に思った、うん、だから私はその方だいぶ前から知ってるんだけど、そういうことを考えてると思ってなかったんでね、うんはい、すごい逆にそういう熱い思いがあったんだなっていうのが、普通にもう本当にゆるりとした感じ、優しい感じのね、はい、まあ
ね、あの奥さんでもあり、うん、お母さんでもあるシェフの方ですよ、うん、でもずっと長年やりたかった夢を、あのもう3人子供ね、あっててもうみんな二十歳になったからそこからスタートしたって、ね、とってもやりたかった翔子さんって言っててさ、ね、最近私のちょっと東京の友達がですね、はいはい、たまたま本当に仕事で、来ていて、急にお店に来たんですよ、私のお店に来たんですけれど、はいはい、で彼は、もともとあの筑波大の、ま、ディチアですよね、はい、ディキアで、はい、で、ま、お芝居で一緒になったんですけれど、で本当にもう万年床みたいなちっちゃいあの、何家賃も本当に安いところに住みながらお芝居はずっとやってて、はいはい、お芝居してたんだ、そうそう、お芝居やってる彼だったんですけど、はい、でも、ま、お仕事もしながらなんですけれど、でそしたら今聞いたらですよ、ダンスなんか踊れる男じゃないんですよ、私が知ってる彼は。はい、はい、そしたら今日芸でダンス教えてるって言うんですよ。教えてる、教え日芸でですよ。で、はーって、はい、日芸でダンスをして、あ、でもダンスって言ってもどちらかというと体の動かし方とか表現、はい、要はちょっと舞踏に近いのかな、なんか体の一個一個のなんか動きとかっていうののをなんか結構なんか若いタレントさんとかも来たりするみたいなんですけど、はい、そういった子たちに教えてるっていうので、ええ、大爆笑しまして私教えるってことはそんだけやっぱり、はい、あのまあ、しのぶさんが知らない期間で彼はいろいろやってたってことよね、はい、そうですね、もうだから私がもう何年ぐらいだ、もう一緒にやってたのがもう15、6年もうちょっと前か、はい、でも、まあ、私が知ってるのでもう、まあ、20年までいかないんですけれど、うん、それぐらいまで一緒にやってはいたので、その間にで聞いたらその私たちと芝居やめて、でなんか、まあ、ダンスというかもう教えてもらうきっかけがあって、それからあの徐々にそこに行って今教える立場になってるみたいなことを言っていて、すごい ね、 ねーワークショップとかやってるとか言って、へー、だからなんだろう、それなりにその方その方で長年やっぱりそれを続けたってことですよね。そうね、そうなんですよね。だから、まあまあ、続けることもすごく、で私昔言われたのがですね、うん、私がお芝居やってる時にですね、もうこれはもう近所と続ける、もう特にお芝居はもう続けると、継続は力なりだと、うん、その中で出てくるものがたくさんあるから、うん、もう続けるか続けられないかでだけ、もう本当に選択、ね、要は選択、まあ、要はまあお芝居って特にそうなんですけど、やっぱり年を取れば取るほどいい味が出てきたりとかっていうところで言うと、はいはい、やっぱり継続っていうのになってくるのかなって、はい、まあ、先生が言ったことはそういうことだったのかなと思うんですけども、うん、まあ、実際に私の友達で今でもずっとお芝居やってる子とかがいるんですけども、はい、まあ、そういう子たち見ていても、でたまにあのテレビとかに出てる子もいるし、まあ、舞台ずっとやってる子もいるし、やっぱりなんだろうね、続けるっていうのも大切だなと、継続で続けていく、でまたそれがね、確かに身になる場合もあるし身にならない、はい、でも何かでも絶対続けていれば何かその子にとってはすごく大きな、今までできてないなんか今チラシとかのデザインとかも彼女やってたりするんだけど、あ、まあ、そういった制作側に私の友達は回っている子もいたりとか、お芝居通じてですよね、で何か見えてくるものが多分ね、続けていれば、はい、ここ芝居だけじゃなくて、あ、でも自分はもしかしてここ制作側なのかとか、うん、なんかまた違うところが見えてくることもあるのかなということを感じましたね、この間。だからなんかね、はい、あの友達もほらそうだけど、うん、自分が知ってるこの人と、うん、でもこの人があの違うこの人の部分、その方の部分っていうのがあったりするじゃないですか、うん、はい、だからね、これからでももちろん続けるってこともとってもね、うん、続けられるなんだけども、うん、新しく始めるのね、何かを始めるっていうね、うん、あのとってもそれって自分でしかわからないでしょ、うん、そういうのってね、そうですね、さっき言った例えばほら結婚されてさ、うん、子供ができて、うん、主婦になって、うん、でいろいろそこでやはりね、やる順序があるじゃないですか、うん、その優先順位っていうのがあったんでしょ、はい、でその方はその中でもずっと自分の中でやりたいことがあって、うん、で子供さんたちが3人とも20歳を越してからスタートしたっていうのが、うんうん、私はすごいですね、うん、すごいと思います。あ、私うどんちゃんって、あ、はい、聞いたことある、聞いたことある、多分あったことある、女優あの、ま、今どこだっけ、どこの女優さん、オリジン、あ、オリジンじゃなくて、オゼですかね、オゼか、はいはい、の女優さんがいるんですけど、彼女も多分子供を産んで、はい、それからもうほんと40過ぎてからかな、はい、多分この30後半ぐらい、まあ、とりあえず子供が産んで一通り終わったからっていうので劇団に入ってるんですよ。
そしたら今すごい女優さんですよね。あ、私は好きなんですけれど。だから、そうなんですよね。だから例えば、ね、うん、子供さんがいるからとかもあったりするんだけど、うん、本当に好きなことってなんか、だって変な方だけどさ、うん、自分でしか自分の人生ある意味責任持たないし、うん、なんか、うん、オーバーだけどさ、だから何かをこう始めるには、はい、なんかその遅いっていうのはないのかなって。ないですね、本当に、うん、本当にないんですよ。あと私ずっとやりたかった女優にもなりたかったんだけど、まさか残波でねそうですね、女優デビュー、うん、銀幕デビューしてますもん、ね、銀幕デビュー、それも極道極妻でね、はい、この間東京の方でももうね、はい、残波またやってるみたいですよ。あ、そうですね、今ねやってますね。だからなんかね、あればそういうのってなんか挑戦してみてもいいのかなって思ったりしますよね、うん、そうですね、はい。まあ、今日はね、はい、あ、もうこんな時間、そうね、はい、ね、ゲストさん聞いてるのかなでもまたね、ね、メッセージもね、たくさん皆さんね、はい、また届けていただければと思います。まあ、特にメッセージテーマとかでね、はい、なかったとしても、うん、まあ、今のね、梅雨の時期でもいいしね、はい、何気ないことでもいいんでね、ちょっと、そうですね、ちょっとメールアドレス紹介していただいていいですか。はい、はい、あ、そうですね、メールアドレスがですね、はい、こちら、シティライト、はい、792ですね、はい、シティライト CITY、R、L か、LIGHTS、まあ、シティライト、ローマ字でですね。で、数字で792、@gmail.com、そちらまでですね、メッセージいただければと思います。もしさ、ちょっと分かりづらい場合はさ、はい、FM2 台でなんかそこから入れない？あ、そうですね。ね、そこにも送って、あと、すみません、今メッセージ来てます。はい、大宜味さん、金魚さん、こんにちは。こんにちは。今週5月28日土曜日は、北谷町の FM2 来が開局してから12周年を迎えます。あ、そうなんですね。そうなんですね。 FM2 来の皆さん、開局12周年おめでとうございます。はい、シティライトステーションが放送が開始してから今年で何年目に突入してますか。はい、FM2 来の皆さん、これからも FM2 来のレギュラー番組頑張ってください。はい、キャンアキラさんですね。ありがとうございます。はい、キャンさん20、そうなんです ね12周年なんですね。FM2 来も、あ、そうなんですね。でももうね、私たちまだ2年目に入ったところです ね、 そうですね、2年目ですね、ちょうどそう、丸1年終わって、そうですね、はい、私もね、頑張って20年やろうすごい継続まあ、はい、ちょっと姿形を変わるかもしれないけどその時はね、もう言う人はやらないとこ今、また関係者が聞いてるかななぜかスティーライトだけかの言う人言う人は配信やめてるあ、そっか、もう28時、そうなんです ね、 未来のね、あ、でもね、ありがとうございます、メッセージ。私たちもちょっと気づかなかったね。ですね、今週土曜日ってことですね。そうなんだ、ね、ありがとうございます。でもすごいね、やっぱりそれだけ続けるってことは ね、 ね、まあ、今ほらね、テレビとかもさ、いろんな便利だけど、やっぱりラジオってさ、はい、すごいやっぱりラジオ世代だからなんかいいですよね。そうですね、またコミュニティラジオなので、はい、ね、いろんなこんな地方のね、多分私みたいなのもこうやってパーソナリティになってまた喋れたりとか、またね、こういったローカルな話ができるっていうのも多分 FM コミュニティのいいところかなと私は思ってます。で、今沖縄ってやっぱり車社会だからね、はい、車の中でやっぱり、ね、うん、聞く人もね、たくさんいますね、聞けるからね、はい、まあ、今後もね、ぜひですね、うん、FM2 台応援していただいて、そうですね、スティーライトステーション応援していただいて、はい、近所忍大宜味商工応援していただければそうですね、ちょっと選挙演ですねということでですね、はい、またね、来週もこの場所からね、チャタンのね、方からまたお届けいたしますので、はい、またよろしくお願いします。また来週、ありがとうございます。じゃにん。時が経てばどんなにがい思い出も体突き刺すような痛い経験も